前回ようやくね、ピカチュウと、ま、ウソッキーが出てる、1話の狙いのウソッキーが繋がったんだよね。いい感じ。ただ、2階建てには、なってないから。ただ出るかどうかわからないからね、この1階のこのどれか、出たら、2階建てにできる。合体できるからね。いやー、でもウソッキーダブルで出てさ、階段と階段つなげるのも楽しいかなって思うんだけど。いや、でも、あれだな。うん、やっぱり。まあ、ピカチュウもう一個出てもいいかもしんないね。被るんだったらね。まあ、どれ出てもいいかなと、どっち出てもいいかなと思うんだけど。ただ、下のこの水路があるところ欲しい。あ、水路っていうか海かな、もうこれ。わかんないけど、ちょっと、エイフィか、いや、でもブイゼル一番欲しいから、ブイゼル出したいね。ブイゼル。ブイゼルを狙って、行きましょう。頼むぞ、ブイゼル来てくれよ、ブイゼル。俺は信じてるぞ、ブイゼル。で、ピカチュウを2階建てにして、今日は終わりにしよう。で、次回、エイフィー出して。あ、まあ、その前に上全部出そうか。これ、クオリソンだったらめっちゃいいよね。クオリリョーみたいになって、すげえ、いや、でも、うまく出るかどうかね、わかんないからな。ワンボックスあっても、もうここまで来たらワンボックスどうしようかな。まあ、あったら買って、被ってもいいからね。買ってもいいとは思うんだけど、ワンボックスだと絶対勝利だからね。もうこれリーメンド商品だから。チラッ。おっ！全部上出た！嘘！全部上じゃねえか！ 3 連続で上だよ！え？だって今。え？見えたよね？ちょっと後おつけ。ムチュールを口に入れて運ぶペリッパー。どっちに進むか。相談しているのかな？チラ？やっぱりだ！全部上だよ！下来なかったら2階建てにできねえじゃねえか！バカ野郎お前これ！いやでも嬉しいよ、俺は。持ってないやつだし、これペリッパーとムチュールは、最初ちょっと一番欲しかった部類に入っとったから、ただ途中でやっぱさっきの階段のこのね、のしのし歩ってる感じがいいなと思って、階段だけであって、いやー、二階建ての組み立て、これちょっと二階建てしたかったね、でもね。二階建てやりたかったなー。まあ、また次回ということで、ごめん、もうちょっと待って、二階建ては。今日はね、三階を全部仕留めたということで、あ、三階じゃねえ。二階の三個を全部仕留めたという回で。おー、でも嬉しいなー。このムチュールとペリッパ見たかったんだよね、フィギュア。あ、これくっついとるわ。かわいすぎる、ちょ、見て。これ、いや、よかった。このフィギュアゲットできるんだけど、嬉しいよね。ムチール。ムチール可愛いね。そういう、あんなね、なるのもな、ルージュの気持ち悪いよな。ルージュな。ルージュの気持ち悪い。スポって取って、ペリッパーね。どこに行くって相談してんだよね。おー、可愛いじゃん。あ、これも棒、じゃ透明の棒なくさないようにしないとね。透明な棒でセッティングするタイプだから、透明な棒がない。まあいいや、最初にこっちをね。おー。これはペリップ。まあ、でも上完成したからよかったね。うん。上完成したからよかったかなってちょっと思い始め、この、どうにセッティングするんだろう。え、待って、どんな感じだろう。まあ、全部組み立てるか。パーツ全部出して組み立てまして、看板もあるね、看板。で、ここに棒があるはず。あ、これかな？これにセッティングするのかな、ペリッパーは。の、特殊な台座つか、つなぎになってるね。まずこの看板サインをね、ここに。おー、できた。いいね、なんか海辺の街って感じがするんだよ、ほんとにね。で、ペリッパー、これ、あ、ただ乗せるだけだわ、多分。おそらくこの台座でバランスを良くするために、こう台座が、丸いね、台座があって、こう乗せて、ただこう置くだけだ。あ、そういうことね。こんな感じで、おお、できたー！いや、うまい具合にでもね、今のところ、被ってないね。被らず来てくれてるわ。かわいいね、今回。いや、よかったわ、でも。上先に決めれてよかった、よかった。で、次回下3つを狙って、買ってくるということが。いやー、上かぶりそうだな、怖えな。連結するとね、こんな感じで、この手すりのところが繋がるんだね、こうやってね。手すりのところが、ガチャー、連結！おー、できたー！ウソッキーがのそのそこっちから切ってね。あー、これ本当は2階なんだけどな。下には水が流れてるんだけど、その水をまだゲットしてないので、悲しいね、ちょっとね。寂しいね。次回出るといいけど。で、もし被ったら、どんどん横に繋げていこうぜ。どん横に繋げていって広くしていきましょう。ウソッキーがね、もうこの笑顔ですよ。あるって、のしのしとあるってね、こう来まして。ピ
ピカチュウたちがいてね、おーいみたいな。で、ムチュールも、こうペリッパの口の中にいてね、食われるーって、食われる。どこ行くかな。ほんとに仲良しだからね、これね。よし、ということで、今回は2回が完成したとね、2回完成会ということで、いやー出なかったかー。本当は2階建てどっちかしたかったんだけど、次回ね、2階建てにしましょう。それでは、また次回、次の開封どこで。できればブイゼル。ブイゼルが欲しいね。ブイゼル。ブイゼルかエイピーをちょっと出したいなと思うんだけど、いやー被りそうだな、怖いね。でもちょっと、2階建てにしたいから、頑張って完成させよう。まあ、被っても、うん、いいからね、どんどん買って、完成させよう。下のやつが、まあ、被りでも、1、2、3個とりあえず出れば、3つ出れば、3つ全部あれだよね。VZL でも一応繋がるもんね。2階建てできるはずだから。とりあえず下のやつが欲しいね。下のやつがいないと2階建てできないから、下のやつ3つゲットしなきゃ。いやー、もうちょっと戦いは続くな。でもバルで買うと辛いね。ワンボックスだったら一発で揃うから安心なんだけどな。まあ、でもこのドキドキ感は楽しいけどね。被っても嬉しいし、ほんと何回も言うけど。被っても嬉しいし、ドキドキ感味わって開けていくのも楽しいから。まあ、どっちでもいいわ。どっちでも楽しいね。